国文兼本源氏物語系図とは、古経図に分類される、源氏物語系図の一つ。本系図は2007年度の新習資料として、現在大学共同利用機関法人人間文化、研究機構の国文学研究資料館の所蔵となっていることからこの、国文兼本の名称で呼ばれている。サネタカ本以前の古経図に分類されるもので、 鶴見大学本古系図と並んで現存する、源氏物語系図の書伝本の中でスカミ3位を、はじめとセルス守る巻関係の人物に関する、最も詳細な記述を含むことから注目されている、源氏物語古系図である。書写された時期は当初鎌倉時代から南北朝時代にかけてとされてきたが、江戸時代の書写であるとの見解も存在する。現在は巻、 本一条の形態を持つが折り目を持つことから過去には折り本の形態であったと見られる。光る源氏経図との表題を持つが候補であると考えられる。内題、序文、奥書きなどはなく多くの固形図に含まれている、不入などと呼ばれる経図以外の部分も存在しない。確かならず、心得ず、これも確かならず、思いたがヘルニアなどといくつかの部分の記述について、 疑義を示す文言がしばしば見られ、立場をことにする複数の作者の存在が推定される。また、ある本には日がごとに矢などと別の経図と称号して、交換を加えたと見られる記述がある。記述の中に、というなどといった伝文的な記述がしばしば見られる。これは、本経図一部の記述が、注釈書、公害書、固形図などに基づいた記述であることを意味するもので、 あると考えられている。現存する固形図の中でも全般的に独自の記述が多く、54条からなる現在一般的な源氏物語とは整合しない記述を多く含んでいる。これらの記述の中には単なる誤りでしかない記述も含まれている可能性もあるが、寿司関連の記述など他の処分書と共通の記述も多く、十四条からなる現在一般的な 源氏物語とは異なる源氏物語やそれらをもとにして作られた注釈書、公害書、固形図などに基づいて記述した可能性があると考えられている。紫の上に、後に一品と申すといった記述があるなど重要な人物に現行の源氏物語には記述されていない辞籍が記述されている例がある。光源氏の弟である影朗兵部教具やその娘の 旧訓ような立候補されていて叱るべき人物が欠けており、本系図の作者が影浪巻を読んでいない可能性が考えられる。光源氏の弟である蛍兵部境遇や竹川巻の中心人物である倉人少将など、複数の巻にわたって登場し様々な人物と関係を持った重要人物であり、ほとんどの固形図で何らかの説明文が付されているにも、 かかわらず本庫経図では名前が挙げられているだけで説明文が全くない人物が何人か存在する。右大臣にまでなった夕霧を大将、右大臣にまでなった勾配が大納言、大城大臣にまでなった髭黒が大将と呼ばれているなど複数の巻にわたって登場し様々な人物と関係を持った重要人物の何人かが極端で記されていない。またこの夕霧、 勾配、髭黒の子供の記述について混乱が見られる。これらのかけている記述が、二尾宮三条にある記述であることから本形図の作者は、二尾宮三条を読んでおらず注釈書、公害書、古形図などに基づいて記述した可能性があると考えられる。現在一般には、宮の見方などと呼ばれている蛍兵部表舞と巻柱の娘について、匂い兵部教場として、 ニオうみの妻となったとの記述があるが、この人物がニオうみの妻となったとする記述のあるのは本系図のみである。系譜部分に収録されている人物の数は163人である。この系譜部分に収録されている人物の数を様々な個系図について調べ、人数順に並べてみると以下のようになる。この人数を時はい子が唱えた系図に収録されている。 系府部分の人数が少ないほど古く、原型に近いものであるとする法則に当てはめると、この国分検本は球場花本よりは多いものの池田、機関が代表的な造法本系等としたため打ち本によりも少なく、他に見られないスマモルマキ関連の得意な人物をいくらか含んでいることを考えると、寿司関連を除いた基本的な部分は球場花本に近い人数であるということになる。 ホタル兵部境遇の子である玄山美と、その子頭中条、つかみ三位、つかみ中の君の兄弟姉妹の記述に関しては、寿司関係の記述のある文献として、従来から知られていた、昇家本古系図などとほぼ同様の記述が存在する、ものの、玄山美の最初の妻でありそう、守る姉妹の母と、その死後に、玄山美の後妻となった姉妹らの系譜、玄山美の後妻の元の夫らの系譜、 森像くらいの乳母とその兄弟姉妹らの系譜という三つの、これまで全く知られていなかった人物らについての詳細な記述が見られる。寿司関係の記述を持つ、古形図は、現在およそ10本程度発見されているものの、この三つの系譜の記述を持つ、古形図は、本、国文圏本源寺物語古形図以外では、鶴見大学本古形図のみである。 ただし、スカミさんイラの父である玄山美と、梅島木において、ホタル兵部境遇の息子として登場する自重については、寿司関係の記述を持つ源氏物語固形図書本の間でもと大きく二つの系統に分かれる中で、本、国文兼本固形図では一人の人物であると、している。また、夕霧の子供として、母スモリの三位と記された子供が記されている。 夕霧と、つかみ三位が子供を設けたというのは、寿司関係の記述を持つ、固形図の中でも他に見られない記述であり、夕霧と、つかみ三位が子供を設けたというような記述を持った、つかみの巻きを想定するよりも、カオルの子供として記載するべき記述をカオルの兄の、夕霧のところに記述してしまったという単なる動きで、あろうと考えられている。ありがとうございます。